こんにちは、カオルンです。今日はですね、なんと中国にあるオーディオメーカー HiFiGO さんより2年ぶりに案件をいただきましたので、こちらをね、正直レビューしていきたいと思います。それがこちらです。ドン、HiFiGO さんの有線イヤホンパンダマンでございます。パッケージ勝つすぎでしょう。HiFiGO さんってイヤホンの種類がとにかく多いんですよね。カラフルなものからちょっとね落ち着いたものまでね、たくさんありますが、特に面白いのが春とか夏とかのそういう季節をモチーフにしたデザインのイヤホンとか、今回のねいかついパンダマンのようなねイヤホンとか、とにかくオタクの方にはねたまらんでしょっていうね、ちょっと面白い感じのものがたくさんあります。さらにですね、本体の部分と今回の有線のようにワイヤーの部分がありますが、ここをね取り外すことができまして、他のイヤホンとねいろいろ組み合わせて自分なりのカスタムをね作ることができます。なので今回はパンダマンを紹介するというよりは、パンダマンを使って HiFiGO さんの面白いね魅力とか楽しいところを皆さんにお伝えしていければなと思っています。それではまずはズームして皆さんと一緒に見ていきましょう。ドン。はい、ズームして皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずねイヤホンの本体ですね。いやー、ほんといかついですね。これちょっと怖くないですか？僕怖いんですけど、まあ、HiFiGO さんが公式でもうファンキーなデザインって言っちゃってますからね、振り切っちゃっていいと思います。まあ裏側のイヤーピースも黒の中に赤が入っててちょっとかっこいいし、このねワイヤーも統一感があっていいんじゃないでしょうか。ドライバーの方は 10mm を採用しておりまして、優れた低音と上品な音となっています。重さは非常に軽いですね。大きい割にね持ってるかわからないくらい軽いです。本体とワイヤーは分離可能となっています。こんな感じ。はい、付属品はこんな感じになりますね。イヤーピースが、まあ、同じような素材なんですけれども、デザインが違う黒と赤の2種類がついておりまして、それぞれ3サイズ入っております。そして本体のノズルを掃除するためのブラシ、ケース、そしてパンダマンがいます。パンダマンいかつすぎでしょ。パンダマン本当にやばいです。はい、つけるとこんな感じになりますね。いや、やっぱね、ズームした時と同じようにとにかく装着してる時もいかつい。なので目立ちたい方はどうぞ使ってください。ですがね、つけてる感じは大きいのに重いとか、ちょっとね疲れやすいね、圧迫感があるっていうことはね全然ないです。むしろねすっぽりハマっちゃってますね。なので長時間つけて音楽を聴いてても全然問題ないと思います。いや、いいですね。あとね、見てもらうと耳の周りにワイヤーがねかかっていますので、固定がねしっかりされています。ただちょっとだけねつけるのに時間がかかるかもしれません。そしてね、ここが大事になりますよ。音になります。まず結論から言いますと、めちゃめちゃ綺麗ですよ。低音がねしっかりね感じられるんですけど、強くない、どんしゃりっていうよりはめちゃめちゃ滑らかなね音になっています。デザインがとにかくいかついので、てっきりねがっつりとねドンシャリの音なのかなと思ったら、全然そんなことなくて、むしろね滑らかだったのでちょっとびっくりしちゃいました。なので音に関しては万人受けする、誰が聞いてもね心地よい音でね聞けるといった感じになってます。同じく2年前に紹介しました HiFiGO さんの有線イヤホン TA1、 こちらもめちゃめちゃね柔らかかった記憶があるので、まあ HiFiGO さんってどのイヤホンでも結構ね柔らかくて綺麗な音を作るイヤホンなんだと思っています。なので音に関しては万人受けするけれども、デザインに関してはね皆さん落ち着いたものからこういういかついものまで、好きなものをね選んで楽しんでください。そういったねラインナップになってるかと思います。てかさ、有線イヤホンってこんなに音良かったっけ？めちゃめちゃ久しぶりに使ったので忘れてました。はい、まとめいきたいと思います。今回はですね HiFiGO さんの有線イヤホンパンダマンを紹介していきました。いかついデザインでしたね。まあパンダマンを紹介したというよりは、パンダマンを使って HiFiGO さんがねどういうオーディオメーカーなのか、ここら辺をね皆さんに知ってもらうために今回ね作ってみました。
まあビギナー向け初心者の方というよりは、とにかくねオタクでオーディオが大好きだよという方にとってねおすすめかと思います。ぜひね心がくすぶられた方、下のね概要欄に詳しい製品情報を貼っておきますので、ぜひねチェックしてみてください。ということで今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、役に立ったよ、面白かったよと思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指して頑張っていますので、ぜひね皆さん応援お願いいたします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。